はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回なんですけれども、こちらの日野プロフィアの交渉三軸冷凍車に乗って、三軸車の特性を解説しながらドライブをしていこうと思います。今回も同乗走行イベントの際に車両の提供についてご協力をしていただいている A トラックさんから新車の日野プロフィアを利用させていただき、撮影をしていこうと思います。こちらですね、日野のオートハイビームというかなりハイテクな機能が装着されている最新式の大型トラックになります。こちらが車間距離を感知するためのカメラとなっていて、車のクルーズコントロールの機能を使うとですね、前方の車と一定の間隔を常に保ったまま追従して走行することができるレーダークルーズコントロールが装着されている車両になります。A トラックさんでは、こちらの交渉三軸仕様の車両というのはこの1台しかないということで、かなり貴重なレビューになるんじゃないかなと思います。こちらの車両は新車で A トラック様のレンタカー仕様として納入されている車両ということで、観音扉の部分から全てステンレスで作り変えられていますね。サイドバンパーに関してもステンレスで鏡面仕上げに加色されておりまして、一見するととてもレンタカーとは思えないようないじり方がされています。こうやってね、ある程度手を入れている車両ですので、中古の車両を買い上げてレンタカーにしているんじゃないかと思われる方も非常に多いと思うんですが、 A トラックさんでは全て新車でこのような状態で納車し、その車をレンタカーとして運用するというようなレンタカー会社さんとなっています。最大積載量13トンということでね、かなり軽量に仮装が作られていますね。こちらのテールランプも小糸製作所の LED リアコンビネーションランプとなっておりまして、片側4万円のオプションになります。こういった最新鋭の LED のテールライトというのも、こちらのレンタカーには標準で装備されているという形になりますね。8ナンバーの冷凍車ということもありまして、通常食品を輸送するためにこういった大型トラック運用されるものなんですが、全体的に白いボディカラーとなっていて清潔感があるというのがお分かりいただけると思います。こういったメッキの部分もね、きちんと鏡面仕上げで磨いてありますので、かなり清潔感があります。それでは早速運転席に乗り込んでみましょう。車内の方もハイルーフの車両となっていて、相当天井の高さがありますね。手を伸ばしても全く届かないぐらいの高さがあります。こんな感じですね。寝台が後ろに備わっていて、一応ここベッドになってますんでね、助手席もきちんと、レザー張りではないですけどね、パッと見シートカバーっぽいんですけど、これ純正の椅子の生地でございまして、カバーをかぶせてあるわけではありません。最初から日野はこういった仕様の、椅子を装着しているというような感じになってるわけですね。ただし運転席に関しては、こういったキルティング加工が施されているようなレザー張りの生地になってます。この辺も一応多分合皮だとは思うんですけれども、かなり高級感ありますよね。トラックのシートとは思えないようなデザインになっています。ちょっと高級車というかね、ベンツのなんか S クラスの椅子みたいな感じの作りになってるんですけど、こういったね、装飾が施されているというような点も特筆すべきポイントなんじゃないかなと思いますね。さらに内装の方もこういった木目パネルが装着されていて、一般的なトラックに比べてかなり高級感が醸し出されているのがわかると思います。走行距離もわずか48,000キロ、大型トラックでいうとほとんど新車と言っても差し支えないようなコンディションですね。一番ここトピックなのはね、この木目調のシフトレバー、こちらも純正で装着されているものというようなことになっているんですけども、かなり高級感が上がりますね。トラックに木目のシフトってのも意外と似合うかもしれないです。基本的には一般的な日野のプロフィアというような形になっているんですけどもね、多分一回上昇さん、上昇綾野神代さんとコラボした時の車両と内装に関してはほとんど同一のものとなっております。それではアイトサロン初となる交渉三軸タイプの大型トラックの走行風景ということでね、ぜひ参考にしてみていただければと思います。こちらの車両、低床四軸と違うポイントとしては、まず車高の高さが挙げられますね。通常の低床四軸車に比べるとかなり高さがあります。これはフロントタイヤのサイズが大きいので、その分こうキャビンがかさ増しとして高さが上に来ているわけなんですね。ですので、低床四軸よりもさらにこの運転席目線から見ると、ドアのこの部分、この角度の四角というものが大きくなってますので、その点について注意が必要となります。大型トラック非常に長さがありますんでね、ケツの振り出し、いわゆるオーバーハングというものに気をつけなければなりません。運転席から後ろを見てみて、どれくらい長さがあるのかというとですね、
はい、こんな感じになってますね。お尻を大きく振り出すタイプの東証三軸車となりますので、まあ、いつも以上に低床四軸車以上にですね、注意が必要となる車となります。高さに関してもかなりありますよね。まあ、ETS2 をやられてる方からすると結構夢のような光景に近いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、実際のリアルのトラックの特徴としてはね、こうやって視点移動を自分の自由に行うことができますので、まあ、基本的には死角となる部分も目視すればきちんと見ることができるような感じになってます。こんな感じですね。この辺は ETS2 でも同様の視点操作ができたと思うんですが、人間の目の方が当然自由度は高いわけですね。それでは今回こちらの高所三軸車を使って運転のレビューと基本的な運転操作について解説をしながら走っていこうと思います。それではお楽しみください。はい、これからは GoPro 視点で私の運転を楽しんでいただければと思います。早速高所三軸車で営業所から出発したいと思います。サイドのミラーを確認し、速報目視確認し、これから進行を開始します。こういった、まあ、敷地外にある営業所というのはですね、意外なところに人がいたりということがありますので、大型トラックの周囲の状況、そして死角の部分に人がいるかいないかということを常に確認して進行します。敷地外に出る前に必ず一時停止して左右の安全を確認して、段階的に前に頭を出していくというような動作が必要になります。絶対に一気に大型トラックを前に出そうとしないで、少しずつ安全を確認するというのがポイントですね。まあ、何せ全長12メーターありますので、この車が左折でバイパスに出るという時は第一走行車線と第二走行車線を同時に車体で塞いでしまうということになります。こういった広いバイパスに出る際には、右側からやってくる乗用車はもちろん、自転車や二輪車というような他の交通に対しても常に注意を払いながら進行を開始するということが重要になります。まあ、自分の大型トラックがですね、大きく道路を占領しながら左折を開始するというようなシチュエーションに際しては、特に夜間などの暗い条件下でそうした自転車やバイク等を見落としてしまった場合、大型トラックの側面の部分に衝突することによって交通死亡事故が発生するという場合もありますので、十分に注意しながら進行する必要があります。はい、今度は場面を変えて、大型トラックの運行で最も難易度が高いと言われる市街地での走行風景についてお話をしながら進行していこうと思います。今右折レーンに留まって前方の車の進行を待っているというような状態になっているんですけれども、やはりこういった市街地道路においては大型トラックの車幅というものが他の交通に大きな影響を与えるということを考えながら走行しなくてはなりません。常に左右のミラーの安全を確認しながら、自分の大型トラックの周りにどういった交通が存在しているのかということを認識しつつ走行する必要があるわけですね。こういった鋭角の右折に際しても高所三軸車ということもありますので、左側のオーバーハングを大きく振り出しながら右折を行うというような格好になります。ですので、自分が右折を開始する際にこの右折待ちの状態であまり前に出すぎてしまうと、それだけ振り出しのオーバーハングが大きくなるということがありますので、この段階で徐々に右側にステアリングを切りながら対向車両に対し車体をやや右斜めに向けておくというのが可能な限り振り出しを小さくする右折の方法になってきます。まあ、こういった右折待ちでもあまり前に出すぎてしまうとですね、対向の右折待ちの車から見て自分の大型トラックの左側が大きな死角になってしまいますので、あまり前に近づかないというのを覚えておいてください。今左側に障害物がありませんので、このまま右に向かって進行を開始します。横断歩道上の歩行者等を確認しながら、可能な限り小さいオーバーハングで曲がれるように事前に車体を斜めに傾けておくというのが、お尻の振り出しを小さく走行するための方法です。まあ、お尻の振り出しが比較的小さい低床四軸車からするとあまり意識しなくてもいいポイントなのかもしれませんが、高床三軸車というと低床四軸車に比べて相当オーバーハングを振り出す車両になってきますので、こういった車を運転する際にはですね、常にお尻の振り出しというものを意識しながら事前に走行する走行ラインについても可能な限りオーバーハングを抑えられるようなラインを意識しながら走るということが大切になってくるわけですね。特にこういった市街地道路、狭い道路を走行する場合についてはですね、左右の間隔というものが車線目いっぱいを占領してしまうのが大型トラックの車幅となっておりますので、
可能な限り速度を落としながら周囲の交通に対して威圧感のない運転を行うということが、安全管理上非常に重要なファクターとなってきます。特にこういった対向車線が渋滞している道路については、渋滞している車列の間から自転車や歩行者等が飛び出してくる可能性が常にあるということを想定しながら運行する必要があります。歩行者、自転車からするとこういった渋滞というのは、ラッキーでありまして、車が止まっている間に渡っちゃえというような心理状態になるということが予想されますので、こういった車列の間からは常に人や自転車が飛び出してくる可能性があるということを想定しながら徐行して運転する必要があります。前回も低床四軸の車両を使って解説しましたが、容量としては全く同じです。これから鉄道の高架橋の下をくぐっていきますが、左前方に歩行者が見えますね。こういった地形においては、歩行者の方もこれ以上逃げるスペースがありませんので、トラック側が速度を落とし、無理にその速報を抜いていくというような運転行動は取らないようにお願いいたします。歩行者ギリギリを抜けていくというのは非常に危険でありまして、ああいった歩行者が背負っている例えばリュックサック等が大型トラックのサイドバンパーに引っかかったり、あるいはサイドマーカー等に引っかかってそのまま引きずっていってしまって死亡事故に至るというような巻き込み事故というものも多数報告がありますので、可能な限り人のギリギリのところ、自転車のギリギリのところというのは横を通り抜けていかないということを覚えておいていただければと思います。基本的に大型トラックの運行においては、迷ったら止まる、迷ったら進んでいかないというのが鉄則となっていますので、例えばこちらのシチュエーションのようにですね、右側の大型トラックのミラーがかなりせり出しているというような状況においては、まず第一に速度を落としながら左側のアンダーミラーを見て、自社の左側方のスペースを見ながらさらにミラーも合わせていくというような走行が必要になってきます。ベテランでもあれだけ速度を落としながら進行していくというようなシチュエーションにおいては、はっきり言って初心者の方だったらね、一回停止して、一時停止してしまって左右の間隔を確認しながらそろそろと前に出ていくというようなレベルの運転でも全く問題ないと思います。逆にいけないのが、勘だけを頼りに、離合できるだろうと憶測を立てて突っ込んでいくというのが一番危ないですね。相手車両のミラーを折ってしまったり、あるいは自社の左側をガードレールに擦ってしまったりというような、物損事故につながる可能性がありますので、狭いところを通り抜ける際はとにかく速度を落とすというのが重要になります。エトサロンの方にも大型トラックの車幅になかなか慣れないとかですね、狭い道路で大型トラック同士で離合するのがかなり抵抗あるというようなお話をいただくんですけれども、そういった場合においてはですね、自社の方が一回止まってしまって相手の車両を行かせてしまうというのが対処法の一つとなります。やはり前方から進行してくる車両をギリギリのところでかわすよりも、止まっている車をかわしていった方がですね、対向の大型トラックとしても位置合わせがしやすいということがありますので、自信がなかったらまずは止まってしまう、相手側に行ってもらう、あるいはかなり低速で速度を落としながら徐行をしてすれ違うというのが技術の一つとなっておりますので、スムーズに通り抜けられるというような曲芸的な技術よりも、まずは物損事故、破損事故等を起こさないというのがプロドライバーとして最も求められていることでありますので、まずは迷ったら減速する、あるいは止まるということを覚えておいていただければと思います。今現在もですね、前方が渋滞していて、詰まっているというような状態になっているんですけれども、こういった渋滞待ちの際にも決してスマホ等を見るという行動は行わないでですね、こうやって左右のミラー、あるいはアンダーミラーを確認しながら左右の車の状況、あるいは前後の車両の状況等について注意を絶やさないように把握し続けておくということが大切になります。こうやって再度進行し始める際には、自分の大型トラックの360度周囲の状況というものを、ミラーとバックモニターで逐一把握しておくことで、より効果的な安全確認を履行することが可能となります。特にこういったガードレールギリギリの狭い路地を走行する場合については、自社の左側のガードレールと車体の間の部分を歩行者や自転車等が無理やり進行してくるというような可能性も十分に考えられますので、発進する際には前方のアンダーミラーだけでなく左側のサイドミラーも確認しながら、さらに右側のサイドミラーも確認して、後方から追い抜いてくる車両等がないか、自転車やバイク等がないかということを逐一把握しながら進行を開始するということが非常に大切になってきます。そういった安全確認を怠ったことによって接触事故や巻き込み事故等を発生させたというようなドライバーも現に存在いたしますので、そのような交通事故を発生させないためにも360度すべての範囲において自社の周囲の状況を常に把握しておくということがプロドライバーとして求められることなんですね。はい、それでは少し場所を移動して東京都内に進行していきました。
この道路は国道16号線から五日市街道に入っていくルートになります。こちらも先ほどの道路のようにかなり道幅が狭い道路となっておりますので、大型トラックで走行する際には結構注意が必要な、路線になっているわけなんですね。こちらは常時左折が可能になっているんですが、必ずこの地点で一時停止をして、右側からやってくる歩行者あるいは車両等がないか確認しながら進行していきます。13メーターを超えるような大型トレーラーでここを左折する際には、対向車線側に大きく頭を逸脱しながら、はみ出して走行しないと曲がりきれないというような路線になっているんですけれども、こういった電柱等もかなりギリギリになっているような路線になりますので、特に左側の前方を走行する自転車や歩行者等を見落とさないことが重要になります。今前方に踏切が見えてきましたが、こちらの線路というのは横田基地専用線といって、日本唯一の基地引き込み線として現役で使用されている軍用路線となっています。こちらは JR 拝島駅から在日米軍横田基地へジェット燃料を輸送するためだけに使われている線路となっておりまして、電化されておらずディーゼル機関車に付け替えることによって燃料をタンクローリーで輸送するというような用途で使用されているんですね。こちらの路線というのは向かって左側に在日米軍横田基地が存在しておりまして、相当広大な土地を有しております。ちょうど米軍基地の境界線の部分を走っているのがこちらの五日市街道なわけですね。先ほどもお話ししたように横田基地というのは在日アメリカ空軍と航空自衛隊の施設となっていますので、多数の航空機が駐留しているような基地になっています。ですので専用のジェット燃料を貨物列車で輸送する際には、ああいった引き込み線が必要になってくるというわけなんですね。道路に関してもご覧いただければ分かるようにかなり狭い作りとなっておりまして、ところどころ離合するのに気を使わなければならないポイントというものも存在しております。こういった大型トラックの車幅目いっぱいの道路というのは危険が多く存在しておりまして、少しでも歩道から車道側に人が転んでしまったり、あるいは自転車が倒れたりというようなトラブルが発生した際には、もし対向車両がやってきているというようなシチュエーションにおいては大型トラック側に逃げる場所がありませんので、そういった人や自転車等を引いてしまうというような交通死亡事故が起こりやすい路線とも言えます。ですので歩道の部分はもちろん、車道外側線の部分についても自転車や歩行者等が存在しているというような場合においては、常にそういった人や自転車等がですね、車道側に倒れてきたり、あるいは一部侵入してきたりというようなことが起こり得るということを常に考えながら予想して運転する必要があるんですね。ですのでこういった狭い道路においてはですね、いかに早く離能面、つまり危険対象物に気づくことができるかというのが、安全行動、安全運転行動を継続して行う上でとても大切なポイントとなります。今度はなんと車道外側線の内側にガードレールが設置されているというような奇妙な路線になってきましたね。さらに道幅が狭くなってきたのがお分かりいただけると思います。大型トラックからすると、左側15センチ、右側20センチぐらいしかスペースが空いていないというような道路になってきますので、初めて免許を取り立てでですね、大型トラックを運転するというような方にとっては、相当狭く感じる路線になっているんじゃないかなと思います。ガードレールがやはり内側に立てられているというようなことがありますので、大型トラックが本来通るべきスペースというものがかなり狭くなってきてしまっているというような道路の構造となっておりますのでね、運転に慣れないうちはとにかく速度を落として走るというのがとても大切なポイントになります。逆に言えば速度さえ落としていれば、これだけ狭いガードレールの道であっても十分に通行することができますので、こうやって左側のアンダーミラーをよく確認しながら、自分の大型トラックの左側のスペースがどれだけ空いているかということを体感的に覚えていくというのが、こういった狭い道をクリアしていくための最短の方法になります。それでは青信号になったので再び進行していきましょう。今回日野プロフィアということもあって、私はですね、過去に日野の低燃費講習において体得した省燃費運転の技術というものを取り入れて運行しています。まず日野プロフィアの場合は搭載されているエンジンの低速トルクが非常に大きいということがありますので、実車の状態であっても空車の状態であっても、まず発進に際してはアクセルを踏まないということが鉄則になります。最初は2速にギアを入れてクラッチをつないで、タイヤが半分ぐらい回ったらすぐに3速に入れ、クラッチがつながるまでアクセルは一切踏みません。つまり発進から次のギアに入れるまでアクセルを全く踏まないというのが日野自動車で行われている低燃費講習で最も燃費がいい運転とされているような操作になってくるわけですね。今回運転しているのはオートマ車ではなくマニュアルトランスミッションの車となっておりますので、より分かりやすく燃費の向上を体感することができます。大型トラックの運転において一番燃料を消費するのが発進のタイミングです。
つまり発進の際に余計な燃料を使わずに加速することができれば、大型トラックの燃費というものを飛躍的に向上することができます。日野の低燃費講習に際して実際に体感的にですね、どれくらい変わるのかというと、およそ4トントラックでリッター2キロぐらい、大型トラックでリッター1キロぐらいは向上が見込めるというようなことになっておりますので、ギアの発進に際してはまずアクセルを踏まず、次のギアに完全につながってから徐々にアクセルを踏み始め、加速の際はアクセル回路 50% から 70% を常にキープしながら同じ踏み具合で加速していくというのが最も燃費がいい運転となってきますので、もし日野のプロフィアにお乗りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしてみていただければと思います。実際日野の低燃費講習というのは、受講した訓練生がですね、如実に低燃費走行を実現できるということから、ひっきりなしに運送会社の応募があり、とても倍率が高く極めて人気の講習になっております。メーカーの方が直接自社の商品、つまり大型トラックをですね、適切に最も低燃費で走行させることができる技術について解説をしてくださいますので、これで低燃費にならない方がおかしいというぐらいの密度の高い講習になっています。実際エンジン設計の担当の技師もその場所にいるというようなことになっておりますので、その設計したエンジンがですね、どういった特性でどういった条件下で最も効率よく回ることができるかというお話についても詳細を伺うことができるというような講習になっておりますので、もしこういった日野のね、低燃費講習を受ける機会があるというような方がいらっしゃいましたら、現地でいろいろ質問をしてみてもいいかもしれませんね。例えばタンクローリーやバルク車、ジェットパック車というように、PTO、つまりエンジンの力で荷下ろしを行うというような車種においては、1日あたりのエンジン回転維持時間というものが長くなってしまいますので、比較的低燃費走行を行いづらいというような職種になってきてはしまうんですけれども、そういった車種においてもですね、一般道を走行する上での安全運転と低燃費の運転の方法というものを高度に両立した技術を学ぶことができますので、そういった運転を継続して行うことで、低燃費運転というものは十分に実現可能なものとなっております。一般的な大型トラックに比べてはやっぱり伸びしろというものは少なくなってきてはしまうんですけれども、それでもやるとやらないではかなりの差が出てきますので、ぜひ先ほど解説したような運転の方法を取り入れてみていただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。前回チャンネルの方で公開した低床四軸の大型トラックに比べて視点がかなり高いというのがお分かりいただけたんじゃないかなと思います。低床から高床に乗り換えると高さというものをかなり感じますし、やっぱりキャビンの揺れというものも低床よりも激しくなってきますので、乗り心地でいうとやっぱり低床四軸の方が乗りやすいかなというようなところはあるんですが、狭いところに入っていくというようなシチュエーションにおいては、やっぱりこういった高床三軸の車の方がね、はるかに小回りが効きますので、そういった狭いところへ納品するというような場面においてはかなり強い車になってくると思います。次回もこちらの車両を使用して様々な道路を走ってみるという企画を行いますので、ぜひ現役で大型トラックをお乗りの皆様の参考になるような映像を今後も提供させていただきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アイトでした。おやすみなさーい。